もぼもがとかすげえ響きだな。ってことでこんにちは、学習塾1945だ。問題はこちら。まずは一時停止をして解いてみてくれ。じゃあ確認だ。今回もごちゃごちゃ書いてあるけど、日本が国連に加盟した1950年代を選べばいい。1950年代、日本はソ連と日ソ共同宣言をした。ここで大国ソ連の了承を得て日本は国連に加盟できたんだ。この辺の話もう少し説明すべきなんだけど省略する。気になる人は去年の過去問解説を見てくれ。動画説明欄に案内貼っとくね。とにかく今回は1950年代を選ぼう。まず1番、これは判断が最も難しい。まあ、飛ばしても正解できるけどね。ただモボとかモガの話が出てきたら1920年代大正時代だ。いわゆるこれは大正デモクラシーの話だよ。ちょっと昭和の高度経済成長っぽい分だけど違う。で次、2番のインターネットは平成になってからだ。もともとネットは冷戦の頃の軍のシステムだ。でも1989年昭和が平成になった時にその冷戦が終わった。これに伴ってネットが商業用に解禁されたんだよ。そういう流れで知っとくといい。ってことでこの時点で1にはなくなるんで正解は可だ。3番の高度経済成長は1955年あたりから始まる。そして自由民主党、自民党の結成も1955年だよ。ここから約40年、日本の総理大臣は全員自民党だ。こうやって自民党が1955年から政権を握り続けたことを55年体制という。とにかくここは1番2番の判断が微妙でも3番4番で確実に取ってほしい。ってなわけで今回は以上。高評価とチャンネル登録を頼む。あとコメント欄に今回押さえたことを一つだけでも書こう。書くだけでも定着度が違うだろう。最後まで聞いてくれてありがとう。